上が横向きで下が真正面です、はい、でまあここが左足ですね、はい、こっちが左足ですね。これ真正面の写真が分かりやすいんだけど、こっちが正常の方ね、はい、もうここら辺から腫れてるよね、はい、ここがおかしいけども、だからこことその上の要は中手骨っていうのかな、中手骨と手骨の根元が相当腫れてる。でもしかしたらこっちは大丈夫なのかな、骨ってね縁っこが白くて真ん中が黒く抜けるんですよ、うん、そうするとこれちょっとそのぼやけてるからさ、もしかしたらこっちまで行ってるかもしれないね、印象は、うんうん、普通はこんな感じ。まあ、でもこの子その子そこまで角度によって多少見え方が違うか、うん、であとですね、まあ、この子でね、これ心臓ですわ、はい、でちょっとだけくびれててここが肝臓、はい、でこの白い粒みたいなの、はい、これ少ないけどグリッド、これね、はい、でこの子ね入ってません、はい、あの要は場所的に言うとここがその尾ですよね、一番目の胃袋ね、はい、で繊維はこの辺にあるんですよ、はい、でこの辺に菌糸があるわけ、何にも入ってないから、はい、グリッドも上げた方がいいと、はい、まあ、横で見るとその音と、まあ、ここら辺ですね、菌糸がある場所は、はい、何にも入ってないから、ボレーコをしっかり食べてる子はボレーコはグリッドの代わりしてくれる子もいるんですけどね、はい、まあ、でもさっきのサンプルのグリッド、はい、10粒だけ、はい、食べ慣れてないと本当にね食べて食体を起こす子いるから、ほんとちょっとだけね、はい、皮付きの上にでも乗せてもらうといいかなと思いますけどね。